その名もフルタマン。創業65年のお菓子メーカーフルタ製菓の新キャラクターなんです。皆さんご存知でしたか。生クリームチョコ。主に放送されているのは日曜日の朝、あの子供向け番組の合間に流れるこのフル体操が世のキッズやママたちを虜にしているということなんですね。しかしそのプロフィールは一切謎に包まれたまま。果たしてフルタマンとは何者なのか、担当者を直撃。フルタマンは、皆様に美味しい笑顔を届けるお菓子のヒーローですね。多い時でしたらオンエアされた後に5000件ぐらいのつぶやきがあったりして、その段階でのトレンドの1位にしていただいたり、非常に大きな反響かと思います。はい、今年9月の放送開始以来、毎週日曜日にトレンドワードになるほど話題沸騰中のフルタマンです。さらに先日公開された最新作、トレードマークの蜂の実が外してる。この男性は誰と、さらなる話題を呼んでます。果たしてその正体は。フルタマンの正体は、まだ明かすことができません。すいません。しかし今回特別にスッキリのためだけにギリギリの情報を教えてくれました。結構フルタ製菓の社員の方じゃないんかとかで噂が出てますが、普段はタレントとして活動されている方ではあります。はい、社員さんではないという真実が判明いたしました。現在続編の制作も検討中とのことです。フルタマンの正体が明かされる日は来るんでしょうか。